なんか踊ってる時とか注目してもらえたらいいなって思います。それでは次の曲聴いてください。あのね、I'm not afraid to die.
同じ学年が上がるので、新学年なんですよ。だからその新学年のなんか頑張りたいこととか目標とかを言っていきたいなって思います。彩乃ちゃんはどうですか？彩乃はまず中学校に入って初めてそのクラス替えがあるんですけど、それにもドキドキしてて、それをその仲いいお友達と一緒になりたいなっていうのと、2クラスしかないんですけど、彩乃はあんまり同じクラスのことしか喋ったことがなくて、だから他のことも仲良くなりたいなっていうのと、勉強をもうちょっと頑張りたいなって思います。3年中学生って1年生で変わるんだね。2年生で変わると思った。1年ごとに変わる。1年ごとに変わるの？あ、そうなの。あ、そう。全部クラスが。そう。小学校は6年あるから2年ずつ。ああ。まなちゃんは？はい。次、中学3年生で一番高学年なので、勉強をしっかりできたらいいなと思ってるのと、修学旅行があるので、みんなと仲良くできたらなと思ってます。受験生なのに。受験生は何が一番苦手とかある？教科だと、数学、理科、系が無理で。すごい。めっちゃ一緒。英語、国語は意外と得意かもしれない。英語できない。え、わかる。英語できない。次、ルリン。はい、ルリンはその小学生から中学生に上がるから、その全部が学校行く場所も変わるし、なんかその勉強とかも急に難しくなると思うし、だからその算数って言い方も数学になるじゃん、それもなんか慣れないしみたいなあと、なんか自分の中では一番得意なのが国語と算数だから、その理科と社会がと英語と体育が結構いっぱいなんだ。体育はでもなんか将来ルリが使わないと思ってるから、使わない、あのなんか使うっていう使うをしないから、そのマラソン選手、遊び学校とかね、あ、そう、あとなんかこういう高跳びみたいなやつ、高跳び、あの、違う、ルリの学校だけなんだろう、なんか棒があって足で登ってくるんです。あ、なんだあれ、外にあるやつたまに。え、そう、中にあるんだけどなんかやつとかは使わないから、そういう系はまあ別に省いといて、なんかそれ以外のやつ、理科とかも、あ、社会は使うけど、理科はルリ理科の先生になるつもりはないから、理科のなんか理科の系のなんか実験とかは将来使わないってママが言ってたからなんかいいのかなって思いますはい、ということで、みんなそれぞれ目標、いろんな目標があると思うので、みんななんか頑張りましょう、イエイそれでは次の曲は、レッドで新曲、レッドで初披露した曲です。聴いてください。チャリムに生きる。
以上、エジルナンバーでした。